おー、面白切ったはったテープディスペンサー、ディスペンサー、はい、どうも、河野です。最近ですね、書類を作ってですね、出すことが、増えつつあるので、ちょっとこんなものを買ってみました。面白切ったはったテープディスペンサー、ディスペンサー、はい、これまあご存知の方もいるかと思いますけど、要は何？セロハンテープのカッターです、これ。ちっちゃい小巻きの、セロハンテープをセットしてビーってカチッって切るやつなんですけど、これをですね、ちょっと買って、ですね、書類をちょっと出すのに使おうかなと。自分のこの指紋がつくのが嫌なんでね、買ってみました。じゃあひとまず開けていきましょう。はい、開けていきまーす。こうですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これですね。中身はこれです。で、どげんして使うのよっていう話なんですけど、ですね、ちょっと、これまた後ほどやるんですが、これ、よいしょ、ロビ君、これにちょっと使っていきますね。よいしょ。こうやってこうテープがこう見えます？見えますかね？テープがこう出てきて、これをペタッと。ペタッとやって、で、ピーって引っ張って、ピタッと、こうしてね、ピターっとして、よいしょ、こうか、引くのか、引いて切ると。すると、きれいに貼れると。わかります？わかります？なかなかカメラでわかりにくいよね。こうやって、よいしょ、よいしょ、よいしょ、こうですね、押し出して、ピタッと、ビー、で、ガチッと、こうやって引き切ると。じゃあ、綺麗に貼れると。こういうもんです。ねえ、どうだったでしょうか。これを買った理由はですね、もう単純にこうセロハンテープでビーってこうテープカッターからこうテープ引っ張ってこう持ってきますよね。で、プチッて切って離すと指紋がつくじゃないですか。それがどうもね、個人的に気に食わんと いうことで、買った品物です。で、これはですね、ちっちゃくなんですけど、透明美色、3M っていう、粘着剤とか、テープをこう売ってるメーカーさんの透明美色っていうセロハンテープ、樹脂でできたセロハンテープですね。プラスチック製かな、これを使ってくださいということです。でも確かに綺麗に貼れるんでですね、透明美色、他どうなのか、ちょっと他のセロハンテープどうなのかちょっと試してみないと分かんないですけども、ちょっとこれを使って、書類を出していこうと思います。はい、書類とかですね、セロハンテープで留めるようなものは、必要なものはこれでやっていこうと思います。ではまた。